と2ブリーフのフェネラルカバジロっていう、普通に肘打つとかも来るんで、うん、それが当たり前なんですよ。そう、給料も本当にパンとか親監督に買えるんですよ。で、そこから移籍されるとそこから、そうですね。そこからどこに移籍したんですか？そこから、2部リーグの、はい、ヘネラルカバジロっていう、はいはい、クラブに。そこで、なんと、ね、オールドファンには知ってると思われる有名人とチームメイトだったわけですね。まあ、ほんまたまたまですけどね、まあ、鉄砲で撃たれたでおなじみの。そうですね。ね、元パラグアイ代表、背番号10番、キャリー。代表キャップも40試合ぐらいありましたね。多分それぐらいだと思います。カバニョス、サルバドルカバーニャス、カバーニャス。あの辺もほんまのあれが分かんないですよね、その発音。その現地 その日本の多分その字幕の呼び方と多分現地の呼び方多分若干ちゃうと思うんで、はい、僕はカバーニャスって言ってましたね。カバニャスっていう人もいますけど、はいはいはい、カバーニャスがいるチームで。そうですね。カバーニャスなんか僕の3つ上、38歳ぐらいやから当時で、だから10年くらい前やと、まあでも30ぐらいってことですかね。30前半ぐらいです。はいはいはい。ここもうこれは頭打たれた後ですか？頭打たれた後です、ね、ちょうど復帰したぐらいですね。はいはいはい。だから聞くところによるとまだ銃弾が残ってるからヘディング禁止とか。そうですね、銃弾ここに残ってるんでヘディングしたらダメらしくてね。これあれトヨタカップなんかで来ましたよね。あのクラブ2006年のクラブワールドカップで多分あのバルセロナとインテルナショナルが行った時に、はい、あのクラブアメリカの一員のメンバーで、はいはいはい、あのメキシコチームですね。メキシコですね。あのクラウアルゼンチンのクラウデロペスとカバーニャスと、うん、あのクアウテモクブランコというメキシコ代表の、ああはい、あのその3トップでブランコって言ったらあれですね、カニバさんおじさんですね。おじさんすごい3トップやな。でもその選手がまあその1点こそうですね。このチームはじゃあ結構強かったんですか？ここも首都？首都ですね、はいはいはい、首都にありますね。まあまあまあですけど、まあ最初は結構スタート良かったんですけど、はい、まあ徐々に順位が落ちてきまして、まあ多分最終的に順位が多分7位か8位で、はいはい、何チームぐらいいるんですか？その2部リーグは確か16チームで15試合をホームアンダーウェアで30試合。ちなみに何試合だったら、僕そんなでないです。本当に8試合か9試合ぐらいです。ああ、まあ4部の時は4部の時は全試合。おお、もうそれは退場1回したんですけどそれ以外は出てきました。すげえね。僕も20歳で南米のリーグ出されて退場になるほど熱くなれへんのビビって何したんですか？いや普通にマークしてた相手の右サイドハーフとちょっとやり合って、はい、あれやっぱ向こうガンガン来ます？簡単しますね。多分挑発してきたので、はい、その挑発に見ようと思ってしまって普通に2枚目のイエローカードで態度になりました。1回ほんま後ろから思いっきり削ってしまってなんかほら足踏んだりとか審判の見えへんところで、そうですね、普通に肘打つとかも来るんで、うん、それが当たり前なんですよね。そうですよね。それだからラフプレーとかいう感覚じゃないですよね。それで挑発に乗った方が負けですね。そうですね。フェアプレー精神ももうないですねでも2部になったらこの環境も良くなったんじゃないですか？例えば給料的なこととか。そうですね、うん、でも給料も本当にパラグアイとかだったらもう 4部なんて普通にもうアマチュアなんで本当に、はいはい、本当にもうパンとか本当になんかパンって現地のチパっていうなんかパラグアイの伝統料理のパン、はいはい、それとかが試合の後に出るぐらいで、あ、もう現金はほぼないって感じ？ほぼないですね。まあ2部リーグでも本当にあの試合勝ったら勝利っていうとかっていう形でもらえる、はいはい感じなんで。ほんでどう生活してたんですか？留学のもうさっき払ってる分で、払ってる分で、はい、じゃあもう全然遊べない？そうだよ、ほんまサッカーのするためだけに行ったような感じででもその多感な時期に遊べへんっていうのも、まあでもそのサッカーの方が僕好きだったんで、あ、うん、まあやっぱでも周り遊んでるやついました？まあいますね。ちょくちょく皆さんそう思ったら一番楽しい時期なんで、うん、一番モテるやろうしね。そうですね、うん、ほんでこの2部リーグは どのぐらい2部リーグも普通に、まあ、1シーズンですね、はい、で、こっからさらにそっから、本当はそのチームで僕は続けたかったんですけど、はい、なんか監督が変わって、はい、なんか練習はしていいけど試合には使わないよって言われたんで、
それって実際人種差別的な話ですか？どうなんですかね。まあ、人種差別っていうか、まあ普通に考えて同じ、まあ、20歳ぐらいのサイドバックが日本人とパラグアイ人がおったら、それはパラグアイ人使うでっていう話、まあ、まあ多分ポジションとかにもよるんでしょうけど、はい、多分例えばほんまに特定のとかの会員だったら絶対多分、はいはい、多分絶対残ってくれとか言われるじゃないですか。でも多分サイドバックってだったら多分、まあ、まあ そこまで評価のあれもパラグアイ人でもいけるんだろうなってやっぱなると思うんです多分本当に。で、まあ、戦力外通知というか移籍リストに載せられる、そうですね。それでそうで移籍したんだよ。ちなみにこの4部から2部に行く時って、はい、どう移籍したんですか？その移籍、まあそうや、それも普通に声がかかったというより、その普通に僕が2部リーグでやってみたいですみたいな感じで言ったら、いろいろその代理店に、代理店というか、あとは選手会に探してくれて、はい、そこの多分会長と話し合って、はいはい、受け入れてくれるよって言われて、あ、じゃあ、まあ、マネージャーも兼ねてる感じなんですね。そうです、はい、マネージャーも兼ねてる感じ、生活面も含め、はい、で、ここからパラグアイ2部から次はどこ行きましょう？普通にまた普通に2部リーグなんですけど、はい、普通にパラグアイにもリバプレートってリーベルプレートですね。はい、まあ、かっこパラグアイ。そうです。リーベルプレートってあれですもんね。そうですね、アルゼンチンの名門の名前と全く同じなんですけど、川沿いね、ユニフォーム全く同じなんですけど、あの白とあのタスティガの赤のやつ、はいはい、ただ全く関係はないですね、本当に名前だけ。ご覧の皆さんもね、分かってると思いますけどね、リーベルプレートっていうのはラブラタ川沿いにあるから、はい、川沿いみたいな、リバーサイドみたいな感じですもんね、はい、ラブラタダービーとかいますもんね。いますね、よく。あれ、ウルグアイの方までね、つながってるんですけど、はい、あれ、南米で一番でかい川でしたっけ、ラブラタ川。ラブラタ川、そう、まあ、一番どこか分からないけど、有名な川。有名は多分、イグアスの滝とか、そこ。ああ、はあ、はあ、はあ。僕ちょっとよく分からないですけど。これ川あるんですか？ちなみに川あります。なんか一応パラグアイとブラジルとアルゼンチンでこうなんかそのイグアスの滝っていうみたいな滝っていうところがあって、そこでなんか繋がってみたいな感じなんですけど、ただ首都のアセンションからは遠いです。これはほんま首都じゃないですか？いや、あのこっち首都です。普通にほんまに首都に何十クラブがもうあるんで、もうで何側か分かんないですよ、全然。普通に多分そのチーム川沿いにあるとかそんな関係ないと思います。かっこええからみたいな、かっこええからって感じで。だってアルゼンチンリーグにアーセナルってありますもんね。あります、ね、アルセナルこれリーベルプレートでも結構また名門なんじゃないですか？いや、別に名門でっていうことでもね、2部ですね。ここも本当に、はい、2部です。このチームはどんなチームだったんですか？このチームも本当にまあでも普通にそんなでも強いっていうほどでもなかったですけど、このチーム本当に毎年あの 5位か6位かその辺争う順位のチーム、はいはい、昇格あまりできないです、ね、ああ、なるほどなるほど。まあ2部の常連というか。そうですね、うん、どうでした？その今度同じカテゴリー内での移籍じゃないですか。そうですね。ってなったらこの知ってる人らも いる感じですか？その対戦した人が相手にいるわけじゃないですか。まあそうですね、うん、でも行っても1人2人ぐらいなんですけど、はいはい、ここから待って、だって環境がシーズンごとに変わるって。そうですね、スペイン語はだってそこまでですよね、絶対そんなペラペラじゃないですもんね。いや、でも途中で行けるようになりました。3日で3ぐらいで喋れるようになりました。おー、そうなんですか。優秀。いや、別に優秀ではないです。ただね、多分好きだったんです、多分スペイン語で話すのが。でもそれガンガンコミュニケーション取らんなの？いや、最初普通に例えばあのもう全然最初は本当喋れなくて、はい、例えばもうまあ最初の練習とかの時でも普通に辞書とか持って、はいはい、コミュニケーション取るぐらいですから、はい、でなんか徐々にそういう風に積極的に言ったらなんかチームメイトとかがなんか練習終わった後とか試合後とかになんか、はい、もしくは多くの人とかになんかあの一緒に出かけようとか誘ってくれるようになって、はいはい、そこからよりコミュニケーションが取れるようになって、その辺からレオンと呼ばれるようになった。いや、別にレオンっては言われるじゃないですね。え、それ遊びに行くときどこ行くんですか？ショッピングモール、もしくはその選手の友達の家とかにて一緒にウイレして遊ぶぐらい。あれウイレどこもう当時だったら南米リーグも多少入ってますよね。そうですね、うん、でもみんなやっぱヨーロッパのチームでやりたがるんですか？みんな大体レアル・マドリードとバルセロナを使って能力的に反則なんですけどね、絶対もう。そうですよね、メッシとロナウドって絶対能力高くないんで、絶対それでドリブルして点決めるっていうのはもう鉄板で、絶対面白くないんですけどね。中にもね、だって頑張ればカバニアスを探せばおりそうですもんね。そうです。これリーベル行きまして、ここは何シーズン経つか？
そうですね。でもそれはリーベルではちょっとほんまにもう本当になんかこの3シーズンは全然僕のモニターで全然良くなかったシーズンだったんですけど、ほうほうほう、本当にチーム変わって新規点頑張ろうかなと思ったら、はい、例えばその練習で、まあ、最初はそれレギュラーとかじゃなかったんですけど、はい、そんな例えば試合練習とかで、試合前日の練習とかで紅白戦でレギュラー組とかになるじゃないですか、はいはい、でも例えばで試合当日翌日になってベンチ外とかになるとか、それなんでなんですか。いや、僕もよくわからないですよ。怪我したとかじゃないでしょ。じゃなくて、なんか急にそういう外されてる、思わせぶりな、なんかツンデレの逆みたいな感じですか。なんか逆にその同じポジションのなんか選手とかなんか、例えば親もなんか練習に来てるんですよ、なんか、うん、なんか監督とめちゃくちゃなんか仲良く話してて、練習では僕が紅白戦ではレギュラー組ない、試合当日になったらそういうなんかサブ軍、サブっていうかベンチ外とかもしくはサブに刺されたりとかする、このモンスターペアレンツ的な感じで、うちの子もなぜ出さへんねんって、多分そうでしょうね。でもそこなんか金握ってる感じしますね。多分まあ僕がもうこれほんまかわかんないですけど、うん、例えばそういう他のポジションのチューメイトとかになんか聞いたら、親は金は監督に金渡してる、まあ言われそうよね、それ。うん、だからだってね、そんな地球の裏側まで親呼ばれへんもんね。しかも明らかめちゃくちゃ同じ人のやつで、めちゃくちゃその上手かったとかで、もう実力の問題だったらもうしゃあないと思うんですよ、はいはい、でもなんかそういう毎回親が来てたりとかで、そういう、うん、そういう金のなんかそういうずる賢いことになるとちょっと早く、しかもちょっと見えてもうてるっていうのが嫌ですよ、ね、そうです、しかもほんまの裏でやれてないですね。そうなんですよ。まあ、そういうことをまあ、じゃあこれ精神的に、そうですね、だってこの前のチームでもその監督変わってから、それなりだからそれがちょっと続いたというか、そうです。じゃあそういう意味じゃ、ほら今のいわゆるヨーロッパ組の日本代表の選手とかいるじゃないですか、はい、もうやっぱ監督変わったら急に出れへんと。いや、よくありますね。つまりそういうことですよね。多分そういうことだと思う、うん、僕はまあ詳しくは問い詰めた問い詰めたんですが、はいはいはい、多分そういうことだと思います。まあそのね、プレミアリーグやから3万円渡せとかないやろうけど、はい、もっと何かすごい個人的なスポンサー企業がいっぱいやってのすごい世界ですよね。そうですね、もう、まあ、同じポジションの選手の親とか監督と友達から最悪ですよ。僕どうしようも出てないですもん。そうですよね、もうひたすら練習してアピールで、まあこれはもう実力がちょっとどうにも出てないの感じなんで、うん、もうでもここはじゃあもうちょっと不遇の時代というか、そう、不遇ですね、本当に。ここからまた移籍されるわけですね。そうですね、インデペンデンテっていう、はい、それもなんかアルゼンチンにまああるんですけど、同じそうですね、インディ。そこも最悪で、あんま監督が日本人がそんな好きじゃない方向に行って、だんだん悪い方向に落ちていったんですよ。ああ、そう。で、そこから北中米カリブ海ドミニカ共和国に。